人間に絶滅させられた動物たち16選。人間は大昔から様々な道具を使いこなすことで、体が他の大型動物に比べて小さく力も弱いながら、生物界の中で頂点に君臨してきました。頂点に立つということは、他の動物に与える影響も凄まじいものがあるということです。人間が発展してきた歴史の中で、様々な理由、時には身を守るためであったり、娯楽であったり、食用とするためであったりして、多くの動物を絶滅させてきたのです。今回の動画では一部ではありますが、人間が絶滅させてきた動物を取り上げていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。ジャイアントモア。ジャイアントモアは 3.6 メートルというとても大きな体を持つダチョウのような鳥類です。ダチョウの仲間なので、空を飛ぶことはできず、地上を走っていたとされています。しかし、ダチョウやニワトリなどが飛べないながらも羽を持つのに対し、ジャイアントモアは羽さえ持たなかったそうです。草食であり、胃の中に小石を入れて食べた草木をすりつぶし、消化を助けるという独特な器官を持っていたと言われています。ジャイアントモアが絶滅した原因は、マオリ族というマオリ島の原住民が移住をしたことによるものとされています。一部のマオリ族が移住をした地に住んでいたのがジャイアントモアであり、ジャイアントモアは体が大きいため、一体から取れる肉の量が多く、貴重なタンパク質源として狩られていたそうです。悲しいことに、空を飛べないために狩りも非常に簡単であり、多くのジャイアントモアが乱獲されてしまいました。乱獲により、マオリ族が移住してからわずか50年の1500年代に絶滅してしまったとされています。ハーストイーグル。ハーストイーグルは当時世界最大の猛禽類でした。猛禽類とは、鋭い爪とくちばしを持つ鳥のことです。鷹などをイメージしてくださると分かりやすいかもしれません。ハーストイーグルは翼を広げると前翼が3メートルを超えたとも言われるぐらい巨大な鳥でした。人間が来るまでは目立った天敵もおらず、生物ピラミッドの頂点に君臨していたとされています。食肉であり、その狩猟方法は高所から滑空し、時速 80km を超えたと言われる速度で、鋭い爪を利用して襲いかかるという恐ろしい方法でした。ハーストイーグルは一説によると、先ほど紹介したジャイアントモアを好んで襲っていたそうです。モアの死骸を食べていた説や、モアの幼体を襲っていた説もあります。しかし、マオリ族の襲来によって、ハーストイーグルはジャイアントモアが絶滅し、主とする食料源を失ってしまいました。そこでハーストイーグルはお腹を空かせ、人間も襲うようになりました。もちろん人間は徹底的に反撃し、ハーストイーグルを天敵として絶滅するまで狩り尽くしたそうです。その結果、ジャイアントモアと同じく1500年代に絶滅したとされています。エピオルニス。エピオルニスはマダガスカルに生息していたとされ、体長が5メートルにも達したと言われる史上最大級の鳥類です。その体重は500キログラムにも及び、産む卵は鶏の卵の160倍のサイズであったとも言われています。その体の大きさから、草食獣ではあるものの、ワニ以外の天敵はいなかったとされています。エピオルニスは鳥類であるものの、翼は退化していて飛ぶことはできなかったそうです。エピオルニスが絶滅した原因は、やはり人間による乱獲、そして開拓による生息地の森林破壊によるものです。体が大きいだけで動きは鈍かったと考えられており、狩りやすく、かつ多くの肉を取りやすかったので、移住してきた人間たちに真っ先に狙われてしまったそうです。また、移住してきた人間たちが森を切り開いたことによって、生息地そのものが破壊されたということも大きかったようです。エピオルニスが絶滅したのは17世紀、一説によると19世紀であると言われています。グリプトドン。グリプトドンはかつて南アフリカに生息していた巨大動物です。見た目はアルマジロに似ていて、その大きさは全長1メートル、体重は800キログラムにもなったとされています。グリプトドンの仲間の中には、尻尾がトゲトゲになっていたものもいたとされ、恐竜に近い見た目でもあったと言われています。捕食者からは、アルマジロと同じように体を丸くして攻撃から身を守っていました。グリプトドンは進化の過程でさらに大きくなったとも言われ、中には3メートルを超える大きさのものもいたそうです。しかし、そこまで大きくなったグリプトドンは、体を丸くする機能はなくなっていたと言われています。グリプトドンは非常に硬い甲羅に覆われているので、生物界においては他の捕食者から襲われてもほとんどダメージを受けることはなかったと言われています。そのため、動きは非常に遅いものの、他の生物によって殺されるということはありませんでした。しかし、移住してきた人間は違いました。火を用いた攻撃からは動きが遅いため逃げられず、かつ人間であればいくら丸くなっても、柔らかい部分を見抜き、そこを槍で刺してくるため身を守ることはできませんでした。絶滅時期については詳しいことは分かっていませんが、1万年前という説もあります。ステラー海牛。ステラー海牛は全長が7メートル、大きいものでは9メートルにも達したとされ、
その体重は最大で12トンあったとされるぐらい巨大な海洋生物です。クジラを除けば海洋生物の中で最大級の大きさを誇り、特に天敵はいなかったとされています。そのため自衛能力をこれといって持ち合わせておらず、海洋生物なのに泳ぐのは苦手だったと言われています。基本的には浜辺の近くに生息し、泳ぐ速度も遅かったそうです。ステラー海牛の面白い特徴としては、1年の間に何も食べない絶食状態になる時があるということです。これは流氷による影響で食物が食べられなくなることによるものであり、この時期のステラー海牛は骨が見えるくらい痩せ細っていたそうです。日本でも化石が見つかっており、もしかしたら日本の近くにも生息していたのかもしれません。ステラー海牛が絶滅したのは乱獲によるものです。ステラー海牛の肉は美味であったらしく、かつ自衛能力がなかったので簡単に狩ることができ、さらに1頭から取れる肉の量は最大で3トンと人間にとってこれ以上のないくらいの獲物でした。そのためステラー海牛が美味であると分かってから乱獲が始まり、すぐに絶滅しました。狩りの方法は森で殺さない程度に海牛を攻撃し、あとは波によって浜辺に打ち上げられるのを待つというものでした。これは体が大きすぎるため殺しても浜辺に持って帰れないためでしたが、約 80% の殺されたステラー海牛は海の中に消えていったとされ、余計に絶滅を早めたとされています。ピンタゾウガメ。ピンタゾウガメはピンタ島というガラパゴス諸島に生息していたゾウガメです。ピンタゾウガメは平均で200歳も生きると言われ、長寿な個体です。体長は約1メートルであり、サボテンを主食としていました。動きは他のカメと同じくとても鈍かったと言われています。ピンタゾウガメが絶滅したのは、戦場でのタンパク質源確保と解決病の対策のために利用されたからです。昔解決病という病気に長期の船旅では悩まされていたのです。解決病は主にビタミン C の欠乏によって起こります。新鮮な果実を食べれば予防できるということがもう少し後の時代になって判明しますが、当時の対処法は新鮮な肉を食べることでした。しかし戦場に新鮮な肉を持ち込むのは難しかったのです。なぜならすぐに腐ってしまい塩漬けにしないと日持ちしなかったからです。そこで選ばれたのがゾウガメでした。ゾウガメは1ヶ月程度なら水も食料も取らずに生きながらえます。そしてある程度大きく食用として食べられたため、船にゾウガメを生きたまま持ち込み、いつでも新鮮な肉を手に入れるようにしたのです。このようにしてゾウガメは乱獲され、かつピンタ島にヤギが持ち込まれ、食べていた植物がヤギに食い荒らされた結果、2012年に最後の個体が死に絶滅してしまいました。クワッカ。クワッカは上半身がシマウマのようにシマ模様であり、下半身が馬のように茶色で単色という馬とシマウマを組み合わせたような生物です。その名前の由来はクーアッカ、クーアッカという独特の鳴き声をするところから取られたとされています。南部アフリカに生息し、体長は135センチメートル程度と馬と比べては小柄ですが、抜群の身体能力を持ち群れで暮らしていたと言われています。自衛能力も高く、天敵といえる存在も少なかったそうです。クワッカが絶滅したのは人間の乱獲によってです。クワッカの肉は食料に、皮は袋など革製品の原材料となるため人間たちに狙われることとなりました。野生のクワッカは19世紀に絶滅しましたが、その後ヨーロッパの動物園で数頭のクワッカが飼育されていたようです。しかしその個体数は少なく、19世紀には動物園のクワッカも全て死んでしまい、完全に絶滅してしまいました。オーロックス。オーロックスは家畜牛の先祖ともいえる牛の仲間です。オーロックスの体重は1トンであり、現在の牛と異なり角が80センチメートルもあるというのが特徴です。世界各地に生息していたと考えられていて、ユーラシア大陸や北アフリカに生息していました。日本でも化石が見つかっており、大昔に生息していたと考えられています。野生のオーロックスは人類が活動領域を広げていく過程で各地で乱獲され、時には家畜化されていったことで個体数を減らしていきました。あまりに個体数を減らしていったため、16世紀にはヨーロッパでオーロックス保護区ができましたが、ほとんど意味をなさず、保護区は貴族たちがオーロックス狩りを楽しむための地となってしまいました。密猟も続き、乱獲が減ることはありませんでした。その結果1600年代には野生のオーロックスは絶滅したと言われています。カスピトラ。カスピトラはカスピ海沿岸のヨーロッパやイランなどに生息していたトラです。サバンナに生息するトラと違い、草を求めて移動する草食動物を追うためかなり広い範囲に生息し、生息地が頻繁に移り変わっていくことが特徴です。主に小型の草食動物を食べていたと言われています。他のトラと比べて耳が小さく顔が大きく見えたそうです。
人間が森林を開拓していく中で草食動物の住処である場所が破壊されたことにより、カスピトラの餌となる草食動物数が減っていきました。そのためカスピトラは少しずつ食糧難に苦しむようになっていったようです。腹を空かせたカスピトラは開拓した人間の家畜を襲うこともあり、開拓者にとって敵とみなされました。その結果、ただでさえ食糧難で個体数を減らしていたのに人間により狩られ始め、20世紀には絶滅したとされています。現存するアムールトラという種と DNA が同じであるという新説もあり、まだ絶滅はしていないのでないかという考えもありますが、アムールトラも絶滅の危機に瀕しているため警戒が必要です。トキはよくニュースでも取り上げられるため、絶滅しているということをご存知の方も多いのではないでしょうか。日本の象徴としても取り上げられやすいトキですが、日本固有のトキはすでに絶滅しています。今は中国からトキを輸入し、そのトキを人工繁殖させて個体数を増やそうとする取り組みが行われています。そもそもトキが絶滅したのは、トキの肉が美味しく乱獲されたこと、そして田んぼを食い荒らす害鳥であるということ、そして戦争のために大量の羽毛が必要になったという3つの理由が挙げられます。トキの肉は生臭いものの美味しいらしく、古来より需要のための食材として使われてきました。また江戸時代になり、稲作がより活発になると害鳥としての認識が強まり、幕府にトキの駆除依頼を出す藩もあったそうです。明治時代になるとシベリア出兵のために寒さ対策としての羽毛の需要が増し、余計にトキが乱獲されたようです。その結果、20世紀末には絶滅してしまいました。馬が絶滅したというと驚かれる方も多いでしょう。馬は競馬などで未だに使われていますし、生きている馬を見た人も多くいることでしょう。実は今地球上にいる馬は全て家畜化された馬であり、野生の馬は1匹たりとも現存していないのです。そう言われてみると、サバンナや草地を野生の馬が駆け抜けているような風景は見たことないですよね。2018年まではプルツワルスキーという馬が野生の種であると考えられていました。プルツワルスキーは古代から中央アジアなどを中心に多くの地域に生息していた馬です。この馬こそが現存する最後の野生種だと考えられていました。しかし近年の DNA 鑑定の結果、プルツワルスキーは野生の種であるどころか、なんと世界最古の家畜化された馬であったことが判明したのです。どういうことかというと、プルツワルスキーは5500年前にカザフスタン北部ボタイの人々に飼われていた種だったようです。それが何らかの影響で野生の地に放たれ、あたかも野生の種であるかのように生息していたのです。そのためこの DNA 分析の後から、野生の馬は地球上から絶滅したとみなされるようになりました。いつ馬が絶滅したのかはまだ詳しく分かっておらず、家畜化された馬の最初の祖先も分かっていません。意外と馬について分かっていないことは多いのですね。タスマニアタイガーは名前の通りタスマニアに生息する虎ですと言いたいのですが、実は違うのですね。タスマニアタイガーは虎のような見た目をしているわけではなく、フクロオオカミのような見た目をしています。とは言っても面倒くさいことに、フクロオオカミの仲間というわけでもありません。タスマニアタイガーは分類としては有袋類に入ります。つまりカンガルーの仲間なのです。タスマニアタイガーは他の動物と比べまだ十分に成長していない段階で子供を産み落とします。そのため子供を外敵から身を守る必要が他の生物よりもあるのです。そこで有袋類の特徴である袋の中に子供を入れて子供を育てるのです。カンガルーの映像で親が子供を袋の中に入れて飛び跳ねているものを見たことがある人は多くいると思いますが、それをイメージしていただければと思います。タスマニアタイガーはタスマニア島に入ってきた入植者によって絶滅しました。タスマニアタイガーは肉食であったため、入植者が持ち込んできた家畜である羊を襲っていたそうです。そのため入植者たちはタスマニアタイガーを敵視し、懸賞金までかけてタスマニアタイガーを銃殺していきました。懸賞金がかけられたことにより、なんと2184頭ものタスマニアタイガーが殺されてしまったようです。1936年に動物園にいたタスマニアタイガーが死亡したことにより絶滅しました。ジャワトラはジャワ島に生息していたトラです。戦時中にジャワトラを捕獲していた動物園が閉鎖され、記録がほとんど残っていないため詳しい生態についてはよく分かっていません。比較的小柄な体であり、オスの方がメスよりも 1.5 倍ぐらい体が大きかったということぐらいしか分かっていません。食肉であり、イノシシから爬虫類までいろいろなものを食べていたと言われています。ジャワトラが絶滅したのは様々な原因がありますが、主な理由は2つあります。1つは反政府団体の資金源にされたこと、2つは米の生産のために環境破壊が進んだことです。ジャワトラの毛皮は高価で取引されていました。そのためお金に苦しむ反政府団体にとっては歩く貯金箱のようなものであり、
1960年代に反政府団体に乱獲されたと言われています。またジャワ島は昔はあまり人が住んでいなかったのですが、1900年代に急激に人口が増加したことで、食料である米を大量に作るために田んぼを作る必要がありました。田んぼを作る過程で多くの森林が破壊され、その結果ジャワトラの餌である生き物の個体数が減少してしまったそうです。人口が40年で3倍近くも増加し、田んぼを増やした結果森林が 92% 減少してしまったそうなので、ジャワトラだけでなく様々な生物に悪影響を与えたと言われています。ジャワトラの絶滅が正式に宣言されたのは1994年でした。日本狼、誰でも一度は名前を聞いたことがあるであろう日本狼について紹介していきたいと思います。日本狼は日本の固有種だった狼であり、東北地方から九州地方まで広く分布していたと言われています。日本狼は目撃が少なく生態については詳しく分かっていません。群れを作って生活していたと言われますが、その群れの頭数は比較的少なく、おおむね2頭から10頭で行動していたようです。日本狼が絶滅した原因については詳しいことはよく分かっていないのですが、明治時代に西洋犬が流行ったことにより日本で蔓延した狂犬病などに感染したことによるという説、そして日本で狼信仰が流行ったことにより狼の頭蓋骨などの需要が増したことによる乱獲によるという説、そしてこの2つを複合したものを原因とする説が主流です。いずれにせよ19世紀末には絶滅したと言われています。日本狼は非常に人気が高く、今もファンが大勢いる種です。そのせいもあってか未だに日本狼生存説が出回っています。論文でも2003年に農場で撲殺された遺体が日本狼であったと報告するものもありますが、死体が現存していないため科学的に日本狼であったと認められませんでした。2000年前後に各地で日本狼の目撃情報がありましたが、カメラで観測されたことはありません。小笠原シジミ、小笠原シジミは小笠原諸島に生息していたと言われる蝶の一種であり、日本固有の蝶でもあります。羽が暗い青であるのが特徴であり、体長は 12mm から 15mm です。メスの方がオスよりも小さく、羽の表面に黒い点々がついています。移動性が高く生息場所が定まっていないのも特徴です。小笠原シジミは人間が持ち込んだといわれる外来種グリーンアノールやトカゲによって捕食され、1950年代から急激に個体数が減っていたといわれています。一度人工授精が試みられたものの、翌年に全ての個体が死んでしまい、現在見つかっている小笠原シジミはいません。ちなみに日本で絶滅が認められるのは過去50年生存が認められていない種と環境省が定めているため、正式に小笠原シジミは絶滅したとは言えませんが、このままでは絶滅してしまうのは時間の問題とも言えます。政府は人工授精の問題点の解決、そして小笠原諸島での個体の発見を急いでいます。今回は人間が絶滅させてしまった野生生物を取り上げさせていただきました。人間は良くも悪くも多くの生物に影響を与えてきた、そしてこれからも与えていくであろうということがわかりますね。過去に絶滅させてしまった生物を知ったとしても、絶滅させてしまったという事実は変わりません。しかし二度と同じ過ちを繰り返さないための力にはなるのではないでしょうか。環境保全の意識を高めるためにも、絶滅してしまった生物、そして絶滅危惧種の生物について知ることはとても重要なのかもしれませんね。再発見された絶滅動物10選。地球上ではすでに約175万種の生物が発見されており、毎年新しい種が発見されています。一方で地球上から姿を消していく種も存在しており、今では1年の間に4000種を超える生物が絶滅していると言われています。このように地球上では新たな種が発見されると同時に、多くの種が絶滅していっています。もちろん絶滅した生物のほとんどはその姿を再び現すことはありません。しかしながら長い間見つけることができていなかっただけで、再発見という形で再び地球上に姿を現す絶滅動物も存在します。そこで今回の動画では、再発見された絶滅動物というテーマから絶滅していなかった生物を解説していこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。再発見された絶滅動物、それでは再発見された絶滅動物を紹介していきます。バーバリライオン、まず紹介していくのはバーバリライオンです。もしかするとこの動物の名前を聞いたことがある方もいることでしょう。このバーバリライオンはその名の通りライオンの一種であり、アフリカ北部に生息しています。バーバリライオンの全長は大きな個体では4メートルもあり、黒みがかったたてがみは胸にまで伸びています。百獣の王と呼ばれるライオンですが、その中でもひときわ大きく威圧感あふれているのがこのバーバリライオンです。
そんなバーバリライオンはその見た目から古代エジプトでは神として崇められ、古代ローマでは剣士の戦闘相手などの見せ物として大事にされていたそうです。このように紀元前から人間と深い関係を持っていたバーバリライオンがなぜ絶滅してしまったと勘違いされるほどまで数を減らしてしまったのでしょうか。その一番の原因は人間による狩猟です。ローマ帝国時代にはローマ帝国軍が見せ物とするためにバーバリライオンをアフリカから持ち帰ったり、バーバリライオンを狩猟したりすることが流行しました。その後もバーバリライオンは戦闘能力が非常に高いということから駆除の対象として狩猟されるようになりました。このように長い年月をかけてバーバリライオンは人間による過剰な狩猟によってその頭数を減らしていき、1922年に生息する最後のバーバリライオンが狩猟され絶滅したと考えられていました。しかし1996年にバーバリライオンは再発見されたのです。その後もモロッコの国王であったムハンマド5世の私的動物園においてバーバリライオンが飼育されていたことが判明するなど、バーバリライオンの絶滅は間違いであったことが判明しました。このようにバーバリライオンは人間による過剰な狩猟によって絶滅したと考えられていましたが、70年の時を経て再発見された動物です。現在もフランスの動物園で多数のバーバリライオンが飼育されていたり、モロッコの動物園では繁殖も行われていたりなど、バーバリライオンは今もこの地球上に生息しています。しかしその数はとても少なく、まだ安心することはできません。ギルバートネズミカンガルー。次に紹介していくのはギルバートネズミカンガルーです。ネズミとカンガルーの2つの名前を持つこの動物ですが、ギルバートネズミカンガルーはお腹に袋を持つ立派なカンガルーの一種です。ところでこの生物はカンガルーであるのにもかかわらずなぜネズミという名前がついているかというと、このギルバートネズミカンガルーは40センチメートルほどととても小さくネズミのような見た目をしているからです。カンガルーのような見た目をしたネズミではなく、ネズミのような見た目をしたカンガルーなので、間違えないようにしてあげてくださいね。そんなギルバートネズミカンガルーですが、実は初めて発見されてから間もない生物でもあるのです。実際にギルバートネズミカンガルーは1840年にオーストラリアで探検家のギルバートさんによって発見されました。しかしその30年ほど後の1870年代を境にその姿は確認されず、再発見される1994年までの1世紀ほどの間は絶滅したとされていました。このギルバートネズミカンガルーも人間による駆除や人間がオーストラリアに連れ込んだ猫や狐の影響で数を減らしてしまったと言われています。さらに再発見されてからも2015年に起きた火災によって生息地の 90% ほどが壊されてしまい、再絶滅の危機にも瀕しているのです。ギルバートネズミカンガルーの生息地を広げていくことでなんとか絶滅は逃れているそうですが、その数は少なく未だに危機的な状況にあるそうです。このようにギルバートネズミカンガルーは発見されてから30年ほどで絶滅したと考えられていた、なんとも不憫な生物です。さらに再発見されてからも火災の影響で再絶滅しかけており、本当に気の毒な生物です。ギルバートネズミカンガルー復活に関わるプロジェクトも行われているそうですし、なんとか生き残ってほしいですね。クニマス。クニマスは日本で再発見された絶滅動物です。クニマスの名前を聞いたことある人は多いのではないでしょうか。クニマスは黒色もしくは灰色をした全長30センチメートルから40センチメートルほどの魚です。秋田県にある田沢湖に生息していたと言われていますが、その生態は謎が多いそうです。そんなクニマスが絶滅した理由は、田沢湖に多摩川から酸性の水が流入したからです。1940年に田沢湖の湖水を使った水力発電所が建設され、そのために必要な水が多摩川からも補われるようになりました。当時の多摩川の水は塩酸や硫酸を高濃度で含んでおり、多摩川毒水とも呼ばれるほど酸性の強い水質でした。そしてこれによって日本屈指の透明度を誇っていた田沢湖の水も汚染されてしまい、クニマスもその酸性の湖水の中で生き延びることができず、田沢湖のクニマスは絶滅してしまいました。このように絶滅したと思われていたクニマスですが、2010年に山梨県の西湖で再び発見されました。再発見したのはテレビでも有名なあのさかなクンです。田沢湖にのみ生息していたはずのクニマスですが、なぜ山梨県の西湖にも生息していたのでしょうか。それは1935年にクニマスの人工羽化の実験のために西湖にクニマスの卵が流入されていたからです。そしてその卵から奇跡的にクニマスが繁殖を繰り返し、現在は西湖に住み着いているそうです。このようにクニマスは人間の開発の影響によって一度は絶滅してしまったものの、奇跡的に命をつないでいた生物です。さらにクニマスは水揚げされたヒメマスの中からたまたま再発見されたと言われているように、クニマスの再発見は様々な奇跡が重なってなされたものであると言えます。
ちなみにクニマスを故郷の田沢湖で再び繁殖させる計画も行われているそうですが、田沢湖の水質が未だに改善されていないため、このプロジェクトは難航しているそうです。タスマニアタイガー。皆さんはタスマニアタイガーという名前の狼を知っていますか？タスマニアタイガーはフクロオオカミとも呼ばれるタスマニア島に住む全長100センチメートルほどのオオカミの一種です。オオカミであるのにもかかわらずタイガーと呼ばれているのは、背中に虎のような縞模様があるためです。さらにこのタスマニアタイガーにはカンガルーのような子育てのための袋も備え付けられており、複雑で珍しい特徴を持ち合わせています。そんなタスマニアタイガーは人類の影響で絶滅してしまいましたが、近年では再発見が噂されている生物なのです。タスマニアタイガーはもともとオーストラリア大陸やニューギニア島などに広く生息していました。しかし今から3万年ほど前に人類がオーストラリア大陸に進出し始めると、タスマニアタイガーの獲物は人間に奪われていってしまいます。そして彼らは人類の進出が遅かったタスマニア島のみで生き残るようになりました。タスマニア島で長い間平和に暮らしていたタスマニアタイガーですが、大航海時代になるとまた生存の危機が訪れます。彼らは家畜を襲う獣としてタスマニア島に住み始めた人の目の敵とされてしまったのです。さらに20世紀になってもタスマニアタイガー退治はとどまることなく、1936年にタスマニアタイガーは絶滅してしまいました。このように人間によって絶滅に追い込まれてしまったタスマニアタイガーですが、近年では再発見が噂されているのです。実際に2017年や2019年にはタスマニア島にてタスマニアタイガーの目撃情報やその足跡の目撃情報が寄せられています。しかしながら再発見を裏付ける決定的な情報が得られていないため、タスマニアタイガーの再発見は公式には認められていません。これまで説明してきたように、タスマニアタイガーは人間の影響によって3万年の時を経て絶滅してしまった生物です。しかしながら絶滅後も目撃情報が相次ぎ、再発見がたびたび噂されている生物でもあります。もちろん再発見は未だ公式には認められていないですし、多くの専門家はタスマニアタイガーの再発見を否定的に捉えているそうですが、もしかしたらタスマニアタイガーの再発見が公式に認められる日が来るかもしれませんね。タスマンアオツラカツオドリ。次はタスマンアオツラカツオドリです。オーストラリアとニュージーランドの間に位置する島々に生息していた90センチメートルほどの鳥類の一種です。羽の先頭が黒く、その名の通り目の周りが暗青色をしています。そんなタスマンアオツラカツオドリは絶滅していたと考えられていましたが、他の名前で世界各地に生息していることが判明した珍しい再発見のされ方をした生物です。タスマンアオツラカツオドリは捕獲しやすく食材にもなったため、12世紀から13世紀にノーフォーク島にてポリネシア人によって大量に捕獲され、絶滅寸前にまで追い込まれたそうです。それでもなおロードハウ島にわずかではあるものの生き残っていたそうですが、今度はヨーロッパから来た人々に捕獲され絶滅してしまったとされていました。しかしながらタスマンアオツラカツオドリにはよく似た近縁種としてアオツラカツオドリという種がいます。この2種は信じられないほど似ているということから、骨格の構造や DNA などの検証が行われ、タスマンアオツラカツオドリとアオツラカツオドリは名前こそ異なるものの近縁種ではなく同じ種であることが判明したのです。この時からタスマンアオツラカツオドリは再発見されたこととなり、現在では絶滅危惧種にも属さないほど世界に多く生息しています。このように人間の捕獲によって絶滅したと考えられていたものの、他地域に生息するアオツラカツオドリと同種であることで再発見されたという珍しい生物です。ロードハウナナフシ。皆さんロードハウナナフシを知っていますか？最も希少な昆虫とも呼ばれるこの生物はボールズピラミッドに生息する体長15センチメートルほどのナナフシの一種です。ボールズピラミッドとはオーストラリアの東岸沖に位置する海抜562メートルの島です。高さこそ562メートルもあるものの、水平面の幅は11メートル ×3 メートルほどしかなく、島というよりは水面から飛び出した岩のような見た目をしています。このような絶壁の島に人間が訪れることは過酷なことであり、最も希少な昆虫と呼ばれるゆえんもなんとなくわかりますね。ロードハウナナフシはもともとロードハウ島にも多数生息していました。しかし1918年にロードハウ島にたどり着いた難破船から島内にクマネズミが持ち込まれ、1920年にはそのクマネズミが絶滅に追いやったと言われています。このクマネズミはたったの2年でロードハウナナフシを絶滅に追いやっただけではなく、島内の他の生物たちも一掃されてしまうほど凶悪な存在だったそうです。しかし1960年にボールズピラミッドにて絶滅したと思われていたロードハウナナフシの死骸が発見されたのです。その後もロードハウナナフシの死骸はたびたび発見され、
2001年にはボールズピラミッドにて再発見されたのです。さらに2003年にはボールズピラミッドからロードハウナナフシのつがいがオーストラリアに持ち帰られ、繁殖にも成功しているそうです。このようにロードハウナナフシは難破船から持ち込まれたクマネズミの影響で絶滅したと考えられていましたが、付近にあるボールズピラミッドにて再発見された生物です。しかしながら羽のないこの生物がどのようにしてロードハウ島からボールズピラミッドへ移動したのかについてはまだ解明されていないようです。このように世界をくまなく探したら再発見される絶滅動物は他にも存在しそうですね。ネグロスケナシフルーツコウモリ。続いてはネグロスケナシフルーツコウモリを紹介していきます。このコウモリの長い名前を聞いたことのある人は少ないのではないでしょうか。ケチャップマンケナシフルーツコウモリとも呼ばれるこの生物はフィリピンにあるネグロス島とセブ島に生息していたコウモリの一種です。このコウモリも一度は絶滅したかと思われていたにもかかわらず再発見された生物なのです。ネグロスケナシフルーツコウモリが絶滅した大きな原因の一つは人間による熱帯雨林の開発でした。20世紀に入るとネグロス島やセブ島の開発が進み、熱帯雨林が伐採され始めました。このネグロスケナシフルーツコウモリの餌は果実であったため、熱帯雨林が伐採されることで彼らの餌は奪われていってしまったのです。さらには人間によりたくさん捕獲されたのです。なぜならネグロスケナシフルーツコウモリの糞にはニトログリセリンという爆薬の原料となる成分が含まれており、その実は美味でもあったからです。このように人間の影響によってその数を減らしていき、1964年に絶滅してしまったと考えられていました。そんなネグロスケナシフルーツコウモリですが、2001年にはセブ島で、2003年にはネグロス島で再発見されたのです。しかしながらその個体数は少なく、絶滅寸前の絶滅危惧種に認定されており、再絶滅してしまう可能性も否めません。このようにネグロスケナシフルーツコウモリは人間による開発や捕獲によって絶滅してしまったものの、人間に見つかることなく生き延び再発見された絶滅動物です。しかしそれは再び絶滅の危機に瀕しており、私たちは彼らが生き延びる手助けをしていかなければなりません。ペレネーアイベックス。ペレネーアイベックスは再発見された絶滅動物の中でも一風変わった生物です。スペインやポルトガルなどが位置するヨーロッパの南西端にあるイベリア半島に生息していた全長150センチメートルほどのヤギの仲間です。その一番の特徴はその大きな角で、実に80センチメートル近くの大きさになるそうです。イベリア半島の至る所に生息していたのに絶滅してしまった原因は正確には判明していませんが、人間による捕獲の影響が大きかったのではないかと言われています。先ほども説明したようにペレネーアイベックスの角はとても立派なものです。そしてその角は高額で取引されたことから、多くのハンターはペレネーアイベックスの角を求めて捕獲を行っていたのではないかと言われています。その他にも病気の蔓延や他の動物との生息地の奪い合いなども重なり、2000年に絶滅してしまいました。そんなペレネーアイベックスですが、2009年に7分間だけ再発見されたのです。なんと液体窒素で保存されていたペレネーアイベックスの皮膚細胞からクローンが作成されたのです。これを再発見と言ってよいのかは分かりませんが、世界で初めてクローンによって生き返った絶滅動物なのです。しかし復活したペレネーアイベックスの肺には物理的な欠損があったため、たったの7分しか生きることができなかったそうです。このように人間による狩猟など様々な要因が重なって絶滅してしまいましたが、クローン技術によって再発見された生物なのです。今回のクローンは7分間しか生き延びることができなかったですが、これは絶滅動物のクローン復活の可能性を大きく証明するものとなりました。もしかしたらクローン技術によって恐竜が復活する日も来るかもしれませんね。バミューダミズナギドリ。バミューダミズナギドリという名前の生物を聞いたことありますか。バミューダミズナギドリは北大西洋に浮かぶバミューダ島に生息するミズナギドリという鳥の一種です。その全長は35センチメートルほどで、お腹側の白い羽毛が特徴的です。このようなバミューダミズナギドリは300年という長い年月を経て再発見された生物なのです。バミューダミズナギドリはかつては数えきれないほど多く存在していたそうです。しかしそれは1630年に絶滅してしまいました。その一番大きな原因はバミューダ諸島に持ち込まれた外来生物によるものです。1560年頃、バミューダ諸島にはスペイン人によって豚が持ち込まれました。さらに1610年頃にはネズミもバミューダ諸島に持ち込まれました。このような動物がバミューダミズナギドリのヒナや卵を食べてしまったことで、彼らは大きく数を減らしてしまったと言われています。また島内において農薬が使われるようになったことで繁殖率が低下したり、
白尾熱帯鳥という他の鳥類との競合などが起こったりしたことで、その数を減らしていったそうです。そして1630年に絶滅を迎えてしまったのです。そんなバミューダミズナギドリは絶滅してから1951年に再発見されたのです。もちろんその数は少ないですが、300年もの時を経て絶滅していた生物が再発見されるということはとても感動的なことです。現在は天敵の駆除や人工的な巣を作ることでその個体数はわずかながら増加傾向にあるそうです。このようにバミューダミズナギドリは人によって持ち込まれた他の生物によって絶滅したものの、300年以上の時を経て再発見された生物です。今は人間による補助もあり、その個体数を増やしているそうですが、外来種や他の地域に住む生物を他の場所に持ち込まないように気をつけないといけないですね。シーラカンス。次はシーラカンスです。シーラカンスはとても有名なので、その名前を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。生きた化石とも呼ばれるこの生物は、8つのヒレを持つ魚の一種です。そんなシーラカンスも、再発見された絶滅動物の一種なのです。シーラカンスが現れたのは古代デポン紀、約4億万年前であると言われています。当時、シーラカンスは淡水域や浅い海などに広く分布しており、中には全長6メートルを超えるような巨大な個体もいたそうです。しかし6550万年前の大量絶滅の際に絶滅してしまったと考えられていました。ちなみにこの大量絶滅の原因は直径10キロメートルから15キロメートルほどの小惑星が地球に衝突したことであると言われています。そんな何万年も前に絶滅してしまったと考えられていたシーラカンスですが、1938年に南アフリカ沖で再発見されたのです。ちなみにこの発見されたシーラカンスは化石との違いが少なかったことが生きた化石という呼び名のゆえんだそうです。その後も各地で多くのシーラカンスが捕獲されたことが報告されていますが、過度な捕獲によって再び絶滅の危機が訪れてしまうと危惧する専門家もいるそうです。このようにシーラカンスは数千万年前に絶滅してしまったと考えられていたものの、近年になって再発見された生物です。恐竜が住んでいた頃から存在している生物がその形をほとんど変えることなく現在にまで生き残っているということはとてもロマンがありますね。このシーラカンスを見ると、今後も何億年も前から生き延びてきた生物が発見されることを期待してしまいます。これだけ広くて複雑な構造をしている地球ですから、人間が長い間存在を確認できていない生物がいることも当たり前かもしれません。しかしながら絶滅してしまったと思われていた生物を再発見するということはとても感動的なことですし、地球にさらなる可能性を感じさせられます。一方で絶滅した生物の多くは人間による捕獲や環境破壊によってその数を大きく減らしていっています。再発見に努めながらも過去から学び、人類の手によって生物をこれ以上絶滅させないよう取り組んでいくこともとても重要なのかもしれません。最近まで日本に生息していた絶滅動物12選。今回の動画は絶滅動物について解説していこうと思います。絶滅動物といっても世界の動物について紹介するのではなく、私たちの住んでいる日本という身近な場所で消えてしまった動物を取り上げます。絶滅といっても恐竜時代に生きていた遥か昔の動物たちではなく、ここ100年で絶滅してしまった動物たちに焦点を当てていこうと思います。動物というのは哺乳類、爬虫類、鳥類、両生類、魚類といった脊椎動物だけでなく、貝類や昆虫なども含みます。今回紹介する動物は哺乳類、鳥類、魚類、昆虫類になります。ぜひ最後までお付き合いください。1、絶滅してしまった哺乳類。日本ではすでに7種類もの哺乳類が絶滅したと考えられています。また34種類もの哺乳類が絶滅に瀕しています。まずは日本で絶滅してしまった哺乳類から3種類をピックアップして紹介します。日本カワウソ。カワウソは近年立ち上がった時の愛嬌や愉快な性格が相まって水族館のアイドルとして人気が高いです。そんなカワウソがかつて日本に生息していました。日本カワウソはユーラシアカワウソの亜種ですが、この種はさらに本州以南亜種と北海道亜種に分かれます。本州以南亜種の日本カワウソは本州、四国、壱岐や対馬を含む九州に生息していた記録があり、体長は55センチから58センチ、体重は4キロから11キロで、オスはメスよりも大きな体をしています。尻尾は35センチから56センチもあり、尻尾が長いのが特徴的です。体の色は背中が黒褐色、お腹が灰褐色です。1965年には国の特別天然記念物に指定されています。河川の中、下流や海岸に生息し、主に魚やエビ、カニを食べますが、陸上で睡眠や育児を行います。
基本的には夜行性で、一説によるとカッパのモデルはカワウソであると言われています。明治時代に毛皮目当てに乱獲され、その数を減らしていき、また開発による水質汚染や生活環境の破壊がさらに数を少なくしていきました。1979年を最後に確証のある生息情報がなく、絶滅したと考えられています。北海道亜種の日本カワウソは、詳しい生態研究が行われる前に絶滅の危機に瀕していたので、ほとんどのことが未解明です。北海道に広く生息していましたが、1940年代には数がほとんどなく、1950年代に知床博物館で毛皮標本が保管されて以降、確証的な記録は存在しません。絶滅した理由は本州イナンアシと同じような理由で、乱獲や生活環境の悪化、水質汚染が原因だと考えられています。エゾオオカミ、日本オオカミ。オオカミと聞くと人狼を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし今回は日本に生息していた本物のオオカミについてです。日本に生息していたオオカミは、北海道に生息していたエゾオオカミと日本全国に生息していた日本オオカミの2種類が存在します。日本オオカミはオオカミの中で最も小さいグループの一つです。エゾオオカミは北海道に生息していたとされ、日本オオカミより体が一回り大きいことで知られています。体長は約120センチから130センチ、尻尾の長さは27センチから40センチになります。体毛は黄色っぽく、尻尾の先は黒色です。エゾオオカミはエゾシカを獲物として生活していましたが、人の北海道開拓が進む中でエゾシカの数が減少し、餌が少なくなったエゾオオカミは開拓民の馬を襲うようになりました。これにより1877年からエゾオオカミの駆除が開始され、急激に数を減らしていきました。1896年には毛皮数枚が確認されましたが、それ以降エゾオオカミの痕跡は見られなくなりました。エゾオオカミは日本人が最初に絶滅させた動物として有名です。日本オオカミは先ほど説明したようにオオカミ類の中で最も小さいグループになります。記録から推定される体長は約90センチから110センチ、尻尾の長さは約30センチから40センチになります。体の小ささの割には足や耳が短いことも特徴になります。毛の色は季節によって変わり、カモフラージュの役割を果たしていました。日本オオカミは19世紀までは東北から九州まで広く分布していましたが、銃の普及による狩猟の増加やエゾオオカミと同じように人為的圧力を受けて、その数を減らしていきました。1905年1月に奈良県で捕獲されたオス1匹を最後に生息情報はなく、絶滅したと考えられています。絶滅してしまった鳥類。日本では15種類の鳥類が絶滅し、98種類が絶滅の危機に瀕していることが分かっています。今回はその中でも小笠原ガビチョウとキタタキという2種類の絶滅してしまった鳥類を紹介したいと思います。小笠原ガビチョウ。2011年に小笠原諸島が世界自然遺産に認定され、独自の生態系が広がる自然豊かな島々に注目が集まりました。そんな素晴らしい島に生息していた鳥類に小笠原ガビチョウがあります。体長は約10センチで、同種の中では小型の部類になります。全体的に褐色で、喉と腹は白みがかり、背中には黒い縞模様があります。名前にあるガビとは漢字でガビと書き、眉に当たるところの模様が際立っているという意味です。1828年に確認されて以降、正確な情報がないため、実物や生態はあまりよく分かっていませんが、海岸の森林に住み、ほとんど地上で生活していたことが分かっています。当時、小笠原諸島ではすでに外国の捕鯨船によって豚やネズミが入ってきており、地上で生活していた小笠原ガビチョウの卵やヒナが狙われた可能性が高いと考えられています。また1830年には西洋人とポリネシア人が居住を始め、小笠原ガビチョウに決定的な影響を与えたとも考えられています。キタタキ。木で始まって木で終わる鳥といえば何を思い浮かべますか？そうです、キツツキですよね。ですが今回はキタタキという鳥について紹介したいと思います。キタタキはその名の通り、キタタキと書きキツツキの仲間になります。キタタキは東南アジアから朝鮮半島、かつては対馬に生息していた鳥で、体長は約40センチから50センチになります。上半身が黒色、下半身が白色で、オスの頭頂部と頬は赤色です。キタタキは東南アジアの地域ごとに亜種が存在し、日本には朝鮮半島日本亜種が生息していました。この亜種は朝鮮半島北部には少数残っていますが、日本では対馬に生息していた記録があり、1920年を最後に確認されていません。キタタキはキツツキ同様、枯れ木の幹の空洞に巣を作り生活します。しかし
対馬では森林伐採により生息地が失われるとともに、博物館用の標本目的に乱獲されたことが原因で数を減らしていきました。1920年以降、対馬でキタタキが確認されることはなかったため、日本では絶滅したと考えられています。カンムリツクシガモ。カンムリといえば黄色や金色などの派手なものを思い浮かべるかもしれませんが、このカンムリツクシガモは暗緑色の冠を持っています。カンムリツクシガモの体長は約60センチで、典型的なカモのような体つきで、オスとメスで体の色が異なります。オスは顔から首が灰色、胸の上部が暗緑色ですが、メスは顔から首が白色、目の周りを黒色の帯が囲み、胸の上部は黒くありません。カンムリツクシガモはロシア、中国東北部、朝鮮半島、北海道で記録されており、生態に関してはよく分かっておりません。世界的に見ても確実な記録は1916年に朝鮮半島の釜山付近で採取されたものが最後で、日本では江戸時代に複数の写生図が作成されており、この記録をもとに日本鳥類学会がカンムリツクシガモを日本産の鳥として認定しています。カンムリツクシガモの絶滅の原因はあまりよく分かっていませんが、やはり狩猟による減少の影響が大きいと考えられています。 3. 絶滅してしまった汽水淡水魚類。まずはじめに、汽水とは淡水と海水が混合してできる中間的な塩分濃度の水のことを言います。一般に川の水が海に流れ込んでいる河口の水は汽水になります。日本では3種類の汽水淡水魚類が絶滅し、169種類が絶滅の危機に瀕しています。今回はその中で絶滅と分類された3種類すべてを紹介します。チョウザメ。世界三大珍味といえばトリュフ、フォアグラ、キャビアですよね。このキャビア、実はチョウザメの卵の塩漬けなのです。そんな世界三大珍味を生む魚がかつて日本に生息していました。チョウザメはサメと名乗っていますが、サメの仲間ではなく古代魚です。チョウザメの名前の由来は、鱗が蝶のような形をしていることとサメのような見た目をしていることを組み合わせたものになります。体長は1メートル前後で、日本で記録された最大の全長は 2.7 メートルです。基本的には淡水魚で川や湖に住んでいます。国内ではかつて日本海側で新潟県以北、太平洋側では福島県以北の沿岸域に分布していました。昭和初期までは北海道で多数漁獲されましたが、1935年頃から急激に減少し、1960年代にはほとんど漁獲されなくなりました。現在も国内で数尾程度捕獲されますが、日本国内の産卵や孵化の情報がないことから、他の地域から流れてきたものだと考えられています。絶滅の原因として、河川の改修工事等により産卵場所や稚魚の生息地がなくなってしまったことが挙げられています。南富男。この名前は一見おばあちゃんのフルネームに見えますが、れっきとした魚の一種です。この魚はトミオ族というトゲウオの仲間で、流れの緩やかな環境を好むことからトミオに由来するという説があります。南富男はトミオ族の中で最も南に生息していることから名付けられました。関西地方で確認されており、全長は約45ミリで、背びれに特徴的なトゲが8本ほど見られます。体は灰色から黒色を呈しており、暗緑色の縞状斑点が見られるものもあります。平地の水がきれいなところに好んで生息し、雑食性ですが水虫類をよく餌としています。オスは冬から春にかけて休憩の巣を作り、卵を持ったメスをジグザグに泳ぐダンスで巣に誘い込み産卵させます。1915年に発見されて以降、数は減少していき、都市開発による生息環境破壊や水質汚染によって生息地が次々となくなっていき、1960年代前半を最後に発見されず絶滅したと考えられています。スワモロコ。スワモロコと聞いてどのような魚なのか想像できる人はほとんどいないと思います。スワモロコとは小イカの淡水魚の仲間であるタモロコの亜種とされています。体長は最大でも12センチほどで、口元には口ひげがあり、口ひげの長さは成魚で 1.3 ミリから4ミリになります。スワモロコは長野県にある諏訪湖にしか生息していない固有種になります。湖の浅い層で泳ぎ、そこで動物プランクトンを食していました。スワモロコは1960年に採集されて以降、確実な記録はなく絶滅したと考えられています。その原因として、諏訪湖にスワモロコの仲間であるホンモロコやタモロコが移入され、それらの種も同じ餌を食べるため種同士での競争に負けてしまったと考えられています。また移入された他の種との間で交雑種を生むことで、純粋なスワモロコがいなくなってしまったと考えられています。さらには高度経済成長期に湖内へ化学肥料や生活排水が流されたことも
スワモロコの環境変化も絶滅の原因の一つとして挙げられています。スワモロコの再発見としてよくツイッターなどに上がることもありますが、スワモロコは他のタモロコとの判別が非常に難しいため、誤っている可能性が高いそうです。また交雑種の多数出現により、スワモロコの特徴を持つものが多く存在している可能性も高いため、純粋なスワモロコの生存確率はとても低いと考えられています。 4. 絶滅してしまった昆虫類。絶滅した昆虫の種類を想像してみようとすると、どうしても多く見積もりがちです。しかし日本で絶滅した昆虫は4種類と言われており、数だけ見ると少ないですが、絶滅が危惧される昆虫は367種も存在し、他と比べると大変多くなっています。今回は3種類紹介したいと思います。スジゲンゴロウ。ゲンゴロウといっても実物を見たことない人がいるかもしれません。もしも昆虫が苦手なら見ない方がいいかもしれません。スジゲンゴロウはゲンゴロウの仲間で、卵型の体型で背中が少し盛り上がっており、体長は12ミリから15ミリ、大部分は黒色ですが、背中の両側に黄色の縦線が2本あります。腹側と足は赤色をしています。スジゲンゴロウは国内では関東以西の太平洋側に生息していた記録があり、国外でも朝鮮半島、中国、台湾、東南アジア、インドでの生息が認められています。スジゲンゴロウは平野部の水辺に生息し、比較的浅く水生植物が豊富で捕食者がいない環境を好みます。かつては平野部で普通に見られるスジゲンゴロウでしたが、都市開発の影響や農薬の大量使用などにより、1970年代以降は確かな記録はありません。2012年には環境省レッドリストで絶滅種として選定されました。石川県にある石川県ふれあい昆虫館では、海外産のスジゲンゴロウを人工繁殖させ、2017年から展示を実施しています。黄色ネクイハムシ。この名前を最初に見たとき、ハネクイムシと読み間違えてしまいました。黄色ネクイハムシとは、ハムシ科の昆虫で、体長は 4.2 ミリから 4.5 ミリ、腹側が黒色、背側が黄褐色、頭部、触覚、前胸の筋肉は黒色です。黄色ネクイハムシは、国内では千葉県、神奈川県、兵庫県、福岡県、国外ではロシアや中国などで生息しています。水質の良い池や沼を好み、水生植物を食べていたことが分かっています。日本で最初に採集されたのは1880年代で、現在までの採集個体数は7匹と少なく、1962年に福岡県で採集されて以降の記録はありません。黄色ネクイハムシの生息地は人が住んでいるところから近かったこともあり、埋め立てや水質汚染によって生活環境が破壊され絶滅したと考えられています。最後に発見された福岡県の採集地も現在は住宅地になっています。カドタメクラチビゴミムシ。これは決して悪口ではありません。ちゃんとした昆虫の名前です。カドタメクラチビゴミムシは洞窟内に生息しているゴミムシの仲間です。メクラチビゴミムシは暗闇の中で生活する種類が多いため目が退化しており、このカドタメクラチビゴミムシも目が完全に退化しています。カドタメクラチビゴミムシの体長は約5ミリで、体は赤褐色の半透明です。先ほど説明したように洞窟内の暗闇に生息しており、高知県の洞窟内でしか発見されていません。湿った場所を好み、小動物を食べて生活していると考えられていますが、詳しいことはよく分かっていません。1952年に初めて発見されましたが、1960年代後半に洞窟の採掘が始まったことで、1970年代には発見された洞窟は削り取られました。これにより絶滅したと考えられていましたが、2017年にはカドタメクラチビゴミムシ再発見の論文が発表されています。現在の環境省レッドリストには絶滅として掲載されていますが、今後これが見直されるかもしれません。 5. 実は絶滅扱いじゃないあの鳥類。皆さんは日本で絶滅した動物と聞いて最初に思い浮かぶものは何でしょうか？多くの人はトキが初めに出てくるのではないかと思います。トキは全長約70センチから80センチで、翼を広げると約160センチもあります。色彩は特徴的で、黒色の湾曲したくちばし、後頭部には長く伸びた羽、顔の大部分と足が赤い色をしています。トキは水鳥の仲間で、日本中だけでなく東南アジア全域に見られました。日本では明治時代以降の乱獲や農薬による餌の減少、水田の減少などによって数は大幅に減少していき、ついには新潟県佐渡島に残った5羽だけになってしまいました。1981年にこの5羽を保護し人工繁殖を試みましたが、結果は実らず、2003年に最後に残ったメスが死亡したことで日本産のトキはいなくなりました。人工繁殖の失敗後、
1993年から環境省による保護増殖事業が開始され、1999年に中国から贈呈された時の増殖に成功し、2008年には佐渡島に放鳥され野生復帰がなされました。中国産の時と日本産の時は種として同じものになります。ですので、これを受けて2019年に発表された環境省レッドリスト2019では、トキのカテゴリーを野生絶滅から見直されました。私たちの暮らしている日本には、国内だけに生息している固有種がたくさん存在しています。自然豊かで季節も豊富な日本において、生き物がたくさんいるということは当たり前のように感じますが、明治時代以降の日本における産業革命により、多くの種が消えることとなったようです。かつての絶滅とは、種が自然の作り出す環境の変化に耐えきれず消えていくものでした。しかし、近代において外国からたくさんの技術が流入し、さまざまなものを作り出した結果、人はこれまでの動物たちとの関係性を変化させ、他の種を排除するようになりました。もしかしたら、人が発見できず、私たちが気がつくことなくひっそりと絶滅してしまった動物もいるのかもしれませんね。史上最大の超巨大恐竜、アルゼンチノサウルスの謎。恐竜と聞くと、巨大な爬虫類の仲間を思い浮かべますが、そのスケール感は文章や図鑑の挿絵を見ているだけではなかなかつかめるものではありません。そんな恐竜たちの中でも圧倒的な大きさを誇った恐竜がいますが、それは一体どれほど大きかったのでしょうか。今回はそんな巨大恐竜の謎に迫ります。ぜひ最後までお付き合いください。巨大恐竜アルゼンチノサウルス。恐竜自体、それだけで巨大なイメージがつきまとうものですが、巨大恐竜アルゼンチノサウルスは一体どれほどのものだったのでしょうか。基本情報。アルゼンチノサウルスが生息していたのは、中生代最後の時代である白亜紀に属する約9600万から9200万年前で、現在の南米大陸あたりに住んでいました。アルゼンチノという名前からピンときた方もいるかもしれませんが、アルゼンチンで発見されたことからこの名前が付けられました。ある古生物学者によれば、存在しうる最大サイズの生物だったとも考えられるこの恐竜は、全長が約30メートルから40メートルととてつもない大きさでした。体重もそれに見合って重く、75トンから90トンほどもあったと考えられています。巨大といっても、アルゼンチノサウルスは草食でしたので、仮に人間が同じ時代に生きていたとしても食べられるようなことはなかったでしょうが、これほどのサイズであれば移動するだけでも他の生物には大きな影響を及ぼしたかもしれません。見た目はずんぐりとした胴体に細長い首、その先には比較的小さな頭部があります。尻尾はやや長く、胴体から先細りに伸びています。その見た目はブラキオサウルスなどのジュラシックパークでもおなじみの恐竜に似ていますが、ブラキオサウルスは約1億5000万年前のジュラ紀に生息していた種で、アルゼンチノサウルスが出現する前に絶滅しています。復元図を見ると、どうやって支えているんだと思えるほど長細い首をしており、生物の不思議を考えさせられますが、その脊椎は1個の脊椎骨だけでも長さが1メートル以上もある巨大なもので、その突起には巨大な筋肉がついていたものと考えられており、100トンにも迫る重量を支えるのに見合った体格だったとされています。恐竜の見た目を特徴づける角や極突起のようなものはなく、全体としてのっぺりとしたイメージもあります。それらの特徴がないということは、それらの特徴を持つ必要性がなかったということになりますが、そのあたりの謎は後ほど解説します。アルゼンチノサウルスたちが生きた地球。アルゼンチノサウルスたちが生きていた頃、約1億年前の地球は現在の地球の様子に近づいてはいましたが、まだまだ別世界の様相でした。地球の様子といえば大陸ですが、約2億年前の三畳紀あたりまで存在した超大陸パンゲアについては知っている人も多いことと思います。その後のジュラ紀にはそのパンゲア大陸が分裂を始めたと考えられています。ちなみにジュラ紀には初めて鳥類が出現しました。ジュラ紀はブラキオサウルスたちの時代で、その後約1億4500万年前から始まった白亜紀にはどんどん今の大陸の原型が見え始めていきます。そしてアルゼンチノサウルスたちが出現した約9600万年前には、現在の6大陸はほぼはっきりと分離していました。ちなみに当時は南北のアメリカ大陸はつながっておらず、また現在はないインド大陸が独立した大陸として存在していました。しかしインド大陸はやがてユーラシア大陸にぶつかり、ぶつかった時にせり上がってできたのがヒマラヤ山脈であると考えられています。アルゼンチノサウルスがアルゼンチンで見つかったということは、アルゼンチノサウルスは同系統の恐竜の中でも特に南米大陸に特有の恐竜だったかもしれませんね。アルゼンチノサウルスと同じ時代を生きた生物。アルゼンチノサウルスが生息していた白亜紀は
ジュラ紀に引き続き温暖な気候でした。植物で言えばジュラ紀には裸子植物やシダ植物が繁栄していましたが、白亜紀にはより環境に適応し、当時としては新しかった被子植物が主流となっていきました。裸子植物といえばソテツやイチョウがよく名前として挙がりますが、松の類もありました。ちなみに杉はヒノキ科であり松高に属しますので、杉の名前が見当たらなくても心配はいりません。ちなみに被子植物ではイチジクや木蓮などの現在でも馴染みのあるものが登場し、裸子植物である針葉樹はこの時代に現在のようなものに進化を遂げていったようです。地上に住む動物たちに関しては、恐竜の他にはワニなどの爬虫類が広く分布し、恐竜と共に地上では捕食サイクルの頂点にいました。トカゲの仲間からヘビが出現したのも白亜紀であると考えられています。ヘビがトカゲの進化系であるというのは考えてみると興味深いものですね。哺乳類たちもひっそりですが存在していました。白亜紀になると哺乳類は現在のように体制を獲得し、さらに有袋類と有袋板類にまで分化していました。哺乳類たちは恐竜たちよりも圧倒的に弱く、サイズも小柄なものが多かったのですが、中には恐竜や爬虫類の幼体を捕食するものもいました。同時代の恐竜たちはというと、実は私たちがよく知っているティーレックスやトリケラトプス、プテラノドンなどアルゼンチノサウルスとは同時代に生きていませんでした。割と知られてはいませんが、ティーレックスは約6800万年前から、トリケラトプスは約7000万年前、プテラノドンは約9000万年前と、どれも白亜紀の後期に出現した恐竜たちです。ちなみに、ジュラ紀から白亜紀前期にかけて多く見られたのはアロサウルスやスーパーサウルスなどのディプロドクスの仲間、竜脚類という分類においてはアルゼンチノサウルスの仲間、ステゴサウルスなどです。厳密には恐竜ではありませんが、魚竜や首長竜も栄えていました。さらに、ジュラ紀の前の三畳紀には地上の酸素濃度は 10% 程度まで低下しており、古生代より多様化していた爬虫類の中には恐竜やワニ、翼竜などが姿を現しました。亀が現れたのもこの時代でしたが、酸素濃度が低かったせいか、これらの生物のサイズは私たちがイメージするほど大きくはなかったと考えられています。初期の哺乳類が現れたのも三畳紀です。さて、白亜紀に話を戻し、海洋生物を見てみると、その中には魚竜、ワニの仲間、首長竜などが見られましたが、1億2000万年前の大規模な火山噴火が原因と考えられる海洋無酸素事変が起き、これらの多くは白亜紀の大絶滅を待たずに姿を消してしまいました。この海洋無酸素事変では海洋生物種のおよそ3分の1が死滅したと考えられていますが、その後海洋では当時の海中で最強を誇ったと考えられるモササウルスや首長竜の生き残りが繁栄していきました。恐竜の巨大化。さて、アルゼンチノサウルスがとても巨大な恐竜であったことはもうお分かりいただいているかと思いますが、なぜ彼らはそこまで巨大になる必要があったのでしょうか。そもそも恐竜全体がでかいわけですが、大きければそれだけ食料を必要としますし、地球上の生物の数はいつの時代も有限であったはずなので、限られた食料を安定的に得るためには体の巨大さはむしろデメリットになるのではないかとも思われます。ここでは巨大化の謎に迫っていきます。恐竜の中の竜脚類。恐竜の中でも特にサイズが大きかったのがアルゼンチノサウルスが属する竜脚類という仲間です。 T レックスなどの獣脚類は肉食のものが多かったですが、竜脚類は基本的に植物食であったと考えられています。実は植物食と体の巨大化には密接な関係があります。まず肉食である場合、自身の体を維持するのに必要な食料としての獲物を確保するためには俊敏である必要があります。しかしそれを諦め植物を食べるようにするとどうでしょう。大して動かなくても植物さえ豊富であれば食べ物に困ることはありません。竜脚類たちは植物が豊富であった中生代においてそのような戦略を取ることができたので、1日に数百キロから1トンもの植物を必要としながらもその巨体を維持することができたのです。もう一つ、竜脚類が巨大であったことには理由があります。それは哺乳類と同じ肺呼吸ではありながら機能を利用した高効率の呼吸システムを備えていたことです。陸上哺乳類が大きくてもせいぜい10メートルにも満たなかったのに対して、恐竜全般がそもそも巨大化した要因とも考えられています。このことは後の巨大であることの可能性について詳しく説明します。竜脚類の特徴の一つとしてその広い分布も挙げられます。アルゼンチノサウルスはアルゼンチンで最初に発見されていますが、他の竜脚類たちは全大陸で発見が報告されており、竜脚類が他の恐竜には類を見ないほど広範な環境に適応していたことがわかります。竜脚類たちは総じて角やトゲ突起がないものが多いですが、
彼らはその巨大さゆえに外敵が少なかったとも考えられています。したがって外敵から身を守ることや捕食のための攻撃的な特徴は排除されたのでしょう。また竜脚類の最盛期はジュラ紀であると言われていますが、初期のもの含めれば中生代全般にわたり繁栄しており、恐竜たちの中でも一番の長寿グループでもあります。さらに一説によると、竜脚類のアラモサウルスなどの一部の仲間は白亜紀の海洋無酸素事変を生き延びたと考えられており、もしそれが本当であればその生命力はもはや称賛に値します。ちなみに白亜紀の大絶滅の原因は現在のメキシコのあたりに落ちた隕石による大規模な気候変動と考えられていますが、最近の調査では実はアフリカ大陸にも同時期に隕石の衝突があったのではないかと言われています。巨大であることの可能性。さて、恐竜の研究は羽毛の有無やその色など興味深いテーマがつきませんが、恐竜たちのサイズや重量も興味深いものがあります。現に恐竜たちの巨体が物理的に地上で支障なく存在することが可能であったのかという議論もされており、いまだに解決には至っていませんが、実は体重は想定されているよりもかなり軽かったのではないかとも考えられています。鳥類の肺と身体構造。恐竜たちはその巨体の体積に対してなぜ体重を軽くすることができたのか、そこに関わってくるのが実は爬虫類特有の機能を使った呼吸システムだったのです。原生の動物でいうと鳥の身体構造は恐竜の身体構造を考える上で示唆に富んでいます。鳥類はその体を長時間飛行させるのに適した身体構造を持っています。その一つは徹底的に無駄を排除した構造です。鳥類には歯も顎もありませんが、このことからは鳥類は咀嚼のために必要な筋肉を削ぎ落とすことで軽量化がなされていることがわかります。鳥たちのくちばしもタンパク質でできており、骨などと比べて軽量です。咀嚼を放棄し獲物を丸飲みするというスタイルを選択した鳥たちは消化効率の良い食べ物を食べます。言い換えれば腸内に長く滞留する食物繊維が多く含まれるものは取らないということです。これも空中での生活に適応していく上では賢い選択でしょう。他にも水分は食べ物からのみ取るようにし膀胱をなくしました。翼には爪がありません。骨の本数も少なく中は空洞が多くなっています。恐竜たちは哺乳類と同様肺で呼吸をしますが、その気候は異なっており、鳥類と同じ特徴を有していました。哺乳類は横隔膜を使ってポンプのような原理で呼吸をしますが、その際には気道から肺に入った空気は血液に酸素を届けた後同じ気道を通って空気を吐き出します。つまり吸い込むことと吐き出すことが同時にはできません。一方の恐竜たちは気嚢を使用し、高機能から肺に取り込んだ空気を新たに取り込んだ空気で押し出す形で全機能に送り出します。つまり入る空気と出る空気は別の道を通るので、空気を吸い込むことと吐き出すことは同時に行うことができました。ですから恐竜は哺乳類よりも効率的に酸素を取り込むことができました。恐竜の子孫である鳥類はこのような効率的な呼吸器官を持っているため、長時間空気の薄い上空を飛行することができるのです。一見すると有利な点しかないかと思えるこの呼吸のシステムには実は不利な点もあります。ここでブラキオサウルスの話に戻るのですが、ブラキオサウルスはその巨大さゆえに肺などの体内器官もそれに見合って巨大でした。そのような生物が水中に入るとどうなるでしょうか。理科の実験でゴム膜がついた筒を水槽に沈める実験があったと思います。ゴム膜は水に入れるとへこみましたが、これと同じことは肺に対しても起こります。体積が大きければ大きいほど水圧は大きくなり、したがってブラキオサウルスが水に浸かると水圧に押しつぶされることにより肺が機能しなくなってしまうことが判明したのでした。私たちの中にはひょっとすると首の長い恐竜が水に半分浸かっている様子を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、それは考えにくい光景だったのです。竜脚類巨大化の必要条件。それはさておき、竜脚類たちが鳥類の特徴であった呼吸システムや身体構造を兼ね備えていたのであれば、巨大化の謎も明らかになります。植物食は身体の巨大化を可能にしますが、巨大になるということはそんなに単純な話ではありません。原生の象やキリンなども大きいといえば大きいですが、そんな彼らでもサイズは体長、体高のいずれにおいても10メートルにも及びません。なぜでしょうか。このことは実は呼吸システムの違いによって説明できます。哺乳類のように横隔膜を使った肺呼吸では、アルゼンチノサウルスのような首の長い生物の体の各所に血液及び酸素を行き届かせることができないのです。それを可能にするには肺を超巨大なものにするか、全く別の呼吸システムを導入する必要があります。
その全く別の呼吸システムを持っていたのが爬虫類および恐竜たちだったのです。竜脚類たちの長い首の先端にも血液と酸素を供給するためには、哺乳類の持つ横隔膜を使用した呼吸システムよりも格段に効率的だった機能を利用した肺呼吸のシステムが不可欠だったのです。さらに骨に多く含まれる空洞も非常に重要で、竜脚類のとてつもなく長い首を支える椎骨は特に眼気骨と呼ばれ、その巨大さの割には軽量でした。どれほど軽量だったか気になるところだと思いますが、なんと通常の空洞でない骨のおよそ 35% の質量であったと考えられています。さらに眼気骨の役割は呼吸にも密接に絡んできます。眼気骨の内部の空洞は恐竜の呼吸システムの最大の特徴である機能につながっており、恐竜の巨体に超効率で酸素を供給する仕組みとなっていたのです。アルゼンチノサウルスが属する竜脚類はどれも首が長いことが特徴でしたが、そもそもなぜ首を長くする必要があったのかというのも疑問の一つとして挙げられるでしょう。実は首が長くなったのはその植生に原因があると考えられています。植物食である竜脚類は植物食になることで大量の食料が必要となりましたが、それだけ食事効率が悪いということになります。彼らの巨体がゆえに少し歩くだけでも莫大なエネルギー消費がついて回ったのです。そんな彼らが食べられる植物を求めて周辺をくまなく歩き回ることは当然望ましくはありません。そこである戦略が取られます。それは首を長くし、移動せずとも広範囲の植物を食すことができるようにすることでした。首を長くするということは哺乳類であったらキリンが思い浮かびますが、キリンでも竜脚類と比べればその長さと大きさはたかが知れています。竜脚類たちはその特殊な呼吸システムと構造の軽量化があったからこそ巨大化することができたのです。さらに言えば後に恐竜たちの仲間から鳥類が出現したのも、こうした特徴が空での生活にも応用することができたからであると言えるでしょう。アルゼンチノサウルスを上回る存在。さてここまではアルゼンチノサウルスやそれらが属する竜脚類の特徴なども見てきましたが、果たしてアルゼンチノサウルスは考えうる中で最大級であったと言えるのでしょうか。実はこれまでに発見されたどの恐竜よりも大きな種が発見されたという報告がされたことがあります。その名もアンフィコエリアスフラギリムです。驚くなかれ、そのサイズは全長60メートルから75メートルにも及び、体重はなんと150トンもあったとされています。これまでの議論から、もしそのような恐竜が実在していたならば、もっと軽量でなければ物理的に存在が不可能となってしまいますが、実はこの恐竜の化石は発見が報告はされましたが、化石の実物は紛失したとされています。アンフィコエリアスの化石を発見したと報告したのはマーシュ博士とコープ博士の2人ですが、彼らは不完全でありながら全長が 1.5 メートルもある脊椎骨を発見したと主張しました。もしそれに欠落がなければそのサイズは優に2メートルを超えるだろうと考えられました。しかし実物は未だに見つかっておらず、その存在はコープ博士の記録の中にしか存在していません。古代の超巨大恐竜にはロマンを禁じえませんが、アンフィコエリアスフラギリムはどうやら実在していたものとして扱える段階にはないようです。恐竜の変遷。昨年ジュラシックワールド新たなる支配者が公開されました。これに絡めて恐竜の変遷について触れておきます。シリーズの初代ジュラシックパークが登場したのは1993年、スティーブン・スピルバーグ監督により画面の中で蘇った恐竜たちに多くの人が興奮しました。ジュラシックパークでは今回のアルゼンチノサウルスは登場しませんが、名前の挙がったブラキオサウルスが登場します。映画の後半ではブラキオサウルスたちが後ろ足と尻尾のみで立っている場面が描かれています。しかし近年の研究では骨格の構造上そのような姿勢を取ることは不可能だったとも考えられています。さらに恐竜の定番とでも言うべき T レックス、ティラノサウルスレックスの姿もその変遷を追うと興味深いものがあります。1970年代の図鑑では T レックスの立ち姿は尻尾が地面についた状態で描かれていますが、ジュラシックパークでは尻尾は地面についておらず地面と水平に描かれています。当時では最新の T レックス像が反映されていたわけです。最近の研究では T レックスの姿は羽毛付きで再現されるものもありますが、ジュラシックパークシリーズ最新作では当初よりおおよそ一貫した T レックスの姿が描かれています。ここにはどのような意図があるのか分かりませんが、同作品内では架空のハイブリッド恐竜まで出てきているので、作品としての一貫性が重視されているのかもしれません。このように現代人によって再構築されている恐竜の世界の常識も刻々と姿を変えているわけですが、だからといって古い時代の恐竜像は嘘っぱちだとかダメな復元だったなどということでは決してありません。
どのような研究もそうですが、その時代における熱心な学者たちが考えうるあらゆる手段を講じて解析してきたわけであって、その過程で培ってきた技術や失敗からの学びなどがあるからこそ現在までの進歩があるのです。今回は巨大な恐竜アルゼンチノサウルスの姿を追っていきましたが、恐竜の世界の常識が刻々と変わっているという事実を考えると、この先アルゼンチノサウルスが最大級の大きさの恐竜であったという常識も覆ることがあるかもしれません。今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったらチャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押してもらえると動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。